こんにちは。地方のしがない高校生、ゆっくり霊夢だよ。同じ高校の友達、小春凛花だよ。今回は前回動画の続きということで、大門さんから解説お願いします。わかったよ。ゆっくり解説するよ。皆さんもゆっくりしていってね。大門さんは空間図形だね。三角比の考え方を使うよ。サイン、コサイン、タンジェント。まずこんな感じのイメージ図を描けるといいね。図形問題は視覚的イメージが大切だからね。書き写します。その上でカッコ1番だけど、三角形 AEG が正三角形になるのはわかるかな。それっぽい気はする。正四面体の一つの面は正三角形で、それと相似になってるんだよ。ということは角 AEG は正三角形の内角だから。そうそう、60度だよね。次にカッコ2番は EF イコール FC の長さを求める問題だね。これは余弦定理を使うよ。覚えてないから使えないよ。余弦定理を使うよ。問題文の仮定より AB、AC は6で E は1対2の内分点、F は中点だから AE は2、AF は3となるよ。そして角 EAF は正三角形の内角だから60度だよね。だからこんな式が成り立つよ。気合で計算。余弦定理に当てはめて計算するだけだね。カッコ3は F から EG に垂線を引いて三平方の定理を使うよ。ピタゴラスイッチ。ここまでで明らかになったように三角形 EG は 1.2 が2の正三角形だよね。だから EG は2だよ。そして EF、FG、ルート7だよね。三角形 FEG は二等辺三角形だから、F から EG に引いた垂線は EG を二等分するよ。この交点を H とすると EH イコール1だね。これらの条件と三平方の定理を用いて計算すると FH イコールルート6になるが、これを用いて、底辺×高さ ×2 分の1で計算すると、三角形 EFG の面積はルート6になるよ。ルルルルルル。綺麗な空。カッコ4に行くよ。体積を出したいんだけど、高さがわからないね。底面積になる三角形 EFG の面積はもう出てるけど。順番に高さを求めていくよ。三角形 AEG は正三角形だから、頂点 A から EG に引いた垂線は EG を二等分するよね。この交点は H と一致するよ。そして三角形 AEG の一辺は2だから、三平方の定理より AH はルート3だよ。そして F は AC の中点だから AF イコール3だよね。そしてカッコ3番で出したように FH はルート6。勘のいい人は気づいたかな？勘のいいガキは嫌いだよ。そう、三角形 AHF は三平方の定理の逆より、角 H が直角の直角三角形になっているんだよ。なんだって？ということは AH イコールルート3が四面体 AEFG の高さになるんだよ。なんだって？あとは底面積×高さ×3分の1で計算するだけだね。迫り来る人類滅亡さん大危機。大門4に行くよ。薬学部以外の学部にとっては最後の問題だね。場合の数と確率の問題だね。どんだけ場合の数好きなんだよ、畜生。微分積分出しやがれ。カッコ1番は8つある点から3点選ぶから 8C3 で出るよ。ここでは AHG みたいに三角形にならなくてもいいんだね。カッコ2番は図形的に考えよう。要するにこういう形の時を考えればいいんだよ。あとは数えちゃえば OK。 パターンが少ないからすぐ数えられるね。カッコ3番も難しく考える必要はないよ。 A はもう決定で、それ以外の7点から2点選ぶ場合の数を求めればいいよ。よく見れば出来上がる図形が三角形とは言ってないしね。カッコ4番も数えちゃえばいい問題だよ。図形をじっくり睨んで数える。そうするとこの6つの三角形が条件を満たすよ。だよねー。1枚目が A の時の場合の数はカッコ3より21だから21分の6で出るよ。余裕っち。それじゃあ最後の大問5に行くよ。薬学部限定の問題だね。カッコ1番、これもフリーハンドでいいからグラフを書いて。
図形的に考えると分かりやすいと思うよ。カキカキカキはるか。直線の傾きは x の増加量分の y の増加量だから、座標から傾きが出せるね。そして b か c のどちらかの座標を xy から引き算すれば直線の式が出るよ。長さは三平方の定理で出せるよね。難しくないね。括弧いは点と直線との距離の公式を使うよ。覚えてないから使えないよ。公式に当てはめて計算するだけだね。いや、公式覚えてないんだけど。括弧うも知識があれば簡単。重心は ABC の各 X 座標 Y 座標を足して3で割れば出るよ。そんな知識が私にあるわけないじゃん。計算も難しくないよ。かっこ、え、まあ、BC を底辺、AH を高さとして計算すればいいね。ここまでで出てきた数字を使うから、ここまででミスがあると正解にならないよ。あいたたた。いよいよ最後のかっこ2に行くよ。お願いします。対するの問題だね。文章は長いけど大して複雑なことは言ってないから惑わされないでね。17にして不惑。最近 A は1時間で4倍、2時間でその4倍の16倍、3時間でその4倍の64倍、といった具合に増えるよ。つまり4の N 乗が1000になるという式を立てればいいよ。これを対数に直して変形していくだけだよ。対数を変形していくルールっていっぱいあった気がする。教科書や参考書に載ってるから思い出してね。いつのことだか思い出してごらん。最近 B も考え方は全く同じだよ。あんな式、こんな式、あったでしょう。対数を変形して、近似値を代入して、四捨五入してって感じだよ。もうすぐみんなは受験生。これで全部終わりだけど、レイムちゃん、どうだったかな？ちゃんと解法を知ってれば解けそうな問題ばかりでした。そうだね、あとは時間勝負かな。早く正確にできるようにしておけるといいね。それじゃあ皆さん、バイバイキンタマ。バイバイだよ。